李氏軍は中華民国の政治家。南京国民政府の要人で特攻総部の指導者の一人として知られる。上海で私立美術専科学校、私立上海大学を卒業する。続いてソ連に留学して東方勤労者共産大学を卒業した。中国国民党が北伐を開始した頃に中国共産党に加入し、 上海を拠点に活動していた。しかし1932年に国民政府当局に逮捕されると転向を表明する。国民党中央組織部長坂に属して上海で社会新聞を拠点に特務としての活動に従事した。この時、テ木村ク恵ン、トらと同僚になっている。1937年の日中戦争勃発後に 南京が陥落すると、李氏軍は上層部の指示により南京に潜伏した。翌年夏からは、香港の日本総領事館との連携を開始し、土井原機関と接触して、上海で活動を開始している。1939年5月、王朝名の敗下となり、特攻層部副主任に任ぜられた。8月、王が国民党。 第6回全国代表大会を開催すると、李氏軍は中央委員に選出されている。間もなく開催されたロッキー地中前会で国民党中央委員会特務委員会が設置されると副主任委員に任じられた。これと合わせて特攻総式部副主任と粛清委員会副主任も兼任している。李は王朝明副審としての立場を利用して、 高官派の一員として、次第に対等し、特攻総部主任、帝木のも凌がする県政を有するようになる。しかし、帝は、州復会率いる CC 派の幹部であったため、州が次第に、李に対して、不満を抱いたとされる。1940年3月、王朝名が、南京国民政府を正式に樹立すると、李氏軍は、経部政務次長。 特構想部主任、中央政治委員会委員を兼任した。翌月には、京西部政治警察署所長と、軍事委員会委員も兼ねている。12月、京西部部長に昇格した。翌年からは、中日文化協会上海文化理事長、清里委員会蘇州弁事所所長、南京清里幹部人員訓練所所長、行政院政務委員、 社会行動指導委員会委員を歴任した。1942年3月に清里地区東務弁事どころ主任、10月に調査統計部部長となる。翌年1月、チャンス省庁に任命された。6月には新国民運動促進会チャンス分解主任も兼任している。同年9月6日、上海憲兵隊特攻課課長岡村敵さんの、 正体で出席した宴席において、李氏軍は毒を盛られて倒れる。9日に、蘇州でそのまま死亡した。戦後、軍当局が州復会の裁判に提出した資料によれば、軍統と州が共謀して、李を毒殺したとされる。しかし、真相は諸説が囁ささかれている。去年39、ありがとうございます。